気象研究所の山口です。今日はこういうタイトルでさせていただきます。で、私と航空機関数、太平洋航空機関数の関わりなんですけども、その発表でも簡単に触れるんですけども、2008年に気象研究所が中心となっていた T-PARC と呼ばれる太平洋航空機関数と、それに参加させていただいて、勉強させてもらったというのがあります。で、もう一つは今年から坪木先生が研究代表者となって、来年度から太平洋航空機関数する確認が今年通りましたので、それにも参加させていただいたというような状況で、今日は台風の航空機関数について、お話しさせていただきたいと思います。で、発表の内容ですけれども、何を話そうかと考えて、最初は台風、熱帯低気圧に対する現状のレビューをして、でその後その意義、効果なんかを私なりに4つに分けてました。で、1つは熱帯低気圧の解析、航空観測をすることによってどの程度の熱帯低気圧の解析精度が上がるのかと。で、次に予測ですね。熱帯低気圧の進路である強度の予測、航空観測のデータを同化することによって数値予測モデルをどの程度改善するかというものについて話します。で、3つ目はメカニズムの改善、まだ分かってないメカニズム、例えば台風の急発達ですね、そういったメカニズムもありますので、そういったものをどういうふうに改善していくかというところにおける航空観測の役割。で、最後は気候の観測、小池先生のプレゼンでもありましたけれども、IPCC のレポートによると、温暖化がこれ進んでいくと、発生する、地球全体で大体年間80個ぐらい熱帯低気圧が発生するんですけども、全体として発生する熱帯低気圧の数は、減るけれども強い台風の数が増えるというふうに言われています。果たしてそれが本当なのか、またこれまでの20世紀の間のモニターの中で、それはそうだったのかというのを評価するために航空機関数が役割についてします。で、最初現状のレビューなんですけども、これはですね、2010年、WMO が中心になってこのグローバルパースペクティブスの投票サイトっていうのを出版したんですね。この5章だったかな、5章にエアカフトオブザベーションズのトピカルサイエンスっていう章があって、これが多分今一番よくまとまっている本だと思います。現状の熱帯低気圧の観測についてレビューした。今、現業的っていう意味はですね、リサーチプロジェクトでやっていないっていう意味なんですけども、現業的に熱帯低気圧を対象とする航空観測を行っているのは、米国のハリケーンハンター、基本的には北大西洋なんですけども、東太平洋であるとか中国太平洋で観測を行うことがあります。で、あとはドットスターですね、台湾、先ほど小池先生のことでもありましたけども、最初は台湾国立大学の研究プロジェクトを発して、ですけども、そういう構成が実証されて、今は台湾の気象局が運用しているということです。で、使用している航空機はですね、アメリカの空軍が持っている C-130 とか、あとノアが持っている G-4、 また P-3 だったんですね。ドットスターはジェット機を作っています。で、具体的にどういう飛行を行っているのかというと、台風の識図ですけども、いわゆる貫通飛行、台風の目の中に突っ込んで観測する貫通飛行。で、これ、ジェット機でもできなくはないというふうに言った時はあるんですけども、基本的にはこういった P3 とか C-130 のプロペラ機を使って貫通飛行をします。で、ターミナスかなり激しいんですけども、それでも、境界層の上のところに飛んで、ドロップゾーンで落として、例えば台風の中心でドロップゾーンで落として、中心気圧を観測するとか、あとはレーダーですね、今ドクラレーダーになってて、三次元的な風の分布が得られるようになっています。あと三段経路が進んでいてですね、海面の風が観測できるような装置を搭載しています。で、一方、G4 とかドットスターがやっているジェット機を使ったまま、台風の中に突っ込まなくて、台風の上を飛んで、ドロップゾーンで落とすと。いうような観測があります。これは環境学の観測、シノプティックサーベイランスと言ったりしますけども、ペネトレーションフライトとシノプティックサーベイランスをやっているという
というような状況です。で、例えばドロップゾンデなんですけども、ティーパークとか使ったのはバイサーの GPS ドロップゾンデ、こんなものなんですけれども、今はですね、500ミリリットルペットボトルの大きさぐらいの新しいドロップゾンデ、エクスペンダー、大量表彰にするっていうんですけども、そういった新しいドロップゾンデも開発されていてですね、これをたくさん落として、だいぶ力学的、熱力学的な構造を観測するというような、観測がアメリカを中心に行われているというような状況であります。先ほど村上さんからその観測飛行時間について話がありましたけれども、大体アメリカで、NOAA の航空観測部隊と空軍の観測部隊で年間大体800時間ぐらい航空観測をしているというのが今の現状です。例えばドットスター2012年に10周年を迎えたんですけれども、基本的にドットスターは台湾に近づく熱帯低気圧の対象に航空飛観測をする、大体年間平均すると4、5回なんですけども、それで10年間で積算すると、49度の台風に対して観測をして、積算時間だと、10年で330時間。だからアメリカが1年間でやっているものも、及ばないというような状況ですけども、台風が発生するこの国西太平洋で、今現状的に航空飛観測を行うというのは、台風と通してしまうというのが状況。これいくつか写真なんですけど、これはマイアミにあるナショナルハリケーンセンター、米国ハリケーンセンターで、ですけども、玄関入るとこういったブースがあって、でこの横に現況室があって、ここで、いわゆるハリケーンスペシャリストが解析をしています。でこの裏にですね、航空機観測用の部屋があって、でいろいろこうモニターがあるんですけども、その実際航空機観測が行われると、もうリアルタイムでこの画面にですね、観測データが入ってくるというような状況になっていて、でこれをいわゆる予報官、ハリケーンスペシャリストが解析をして、台風の位置であるとか、強度なんかを解析しているというような状況です。で、基本的なフライトパターンなんかもいろいろあってですね、これアルファパターンというんですけども、台風の目に突っ込んで、これアルファの形をしているアルファパターンというんですけども、こういう飛行ルートで観測したり、環境場は台風の周辺にドロップゾンデを落とすというような感じの飛行ルートになっています。これが今の現状ということです。で、次にその航空観測のいい効果を先ほど言った4つの柱について一個一個見ていきたいと思います。で、最初は熱帯低気圧の解析。これいう解析というのは熱帯低気圧の中心位置だとか、最大風速だとか、中心気圧を推定するということです。で、基本的にさっき言ったように、航空飛観測、そのインスープのオブザベーションっていうのは、北太平洋型ドットスターで、かつドットスターはペネトレーションフライトをしないので、台風中心付近の観測データになる。で、北西太平洋なんですけど、基本的には世界中に渡した北西太平洋でペネトレーションフライトをしているところはないので、基本的に台風の強度の推定っていうのは、ドブラックを、いわゆるジオステーションサテライトからの衛星データを見て、強度を推定するという手法、このドブラックさんが考えられる手法ですけども、これにも続いています。基本的にはその北西太平洋ではひまわり衛星画像で、画像を見てですね、目があるとか、視野があるとか、そういうパターンを解析して、そのパターンに基づいて、こういった T 数っていう1から8までの番号があります。0.5ピザ。で、この番号と中心気圧を対応させる表っていうのを、このドブラックさんが航空飛観測のデータを使って過去に作っているので、でその対応表に従って、中心気圧の台風の強度を推定しているというのが現状で、気象庁もこの方法に従ってやっています。で、気象庁はどういう程度を使っているかというと、基本的にはドブラックさんが開発したものを使っているんですけども、小賀さんという方がですね、1981年から86年の航空飛観測、1987年までは北西太平洋を、米軍がなんですけども、米軍航空飛観測を行っていたこと、その時のデータがあると。
でそのデータを使って台風中心気圧の直接観測とドグラッコの支援、さっきの TA、TSだと思ってください。TSとの対応関係を調査しました。で横軸に ECIS、衛星画像を見て、シーパー番号いくつだという番号と、航空観測で叶えられた中心気圧を縦軸に取ると。ではフィッティングさせると、シーアイスは台風の中心気圧を推定する良い手法であるということが言えると思います。しかし、まあ、皆さん見て分かる通り、結構誤差幅が大きいんですね。例えば960で解析されても、実際は990だった時もあるし、970で解析されて、実際国会観測が940だったというような話を。だからドグラッコは、まあ、いいエスティメントの方法であるんだけども、まあ、誤差幅があるというようなものです。で、これはですね、その航空観測を使うと、さっきのドグラッコによる推定精度がどれだけ改善しますかというのを示しています。で、言いたいことはですね、まあ、これ、ナショナルハリケーンセンターの解析の結果なんですけども、そのドグラッコ衛星データだけを使った場合、衛星データだけを使った場合は 25% の割合で中心気圧が誤差10ヘクトパスカル以上、つまり4回に1回は中心気圧を推定するんだけども、その誤差は10ヘクトパスカル以上なんだけども、そこで航空観測を使うとその確率っていうのは 2% 以下にすることができるということです。でさらに最近の調査なんですけども、これは結構面白い論文で、ナショナルハリケーンセンターのいわゆるハリケーンスペシャリスト予報官を2つのグループに分けてあげて、1つは衛星データしか見ちゃダメなグループ、でもう1つは衛星データも見ていいし、航空観測のデータも見ていいというグループ。で、それぞれその解析したそれぞれのグループで、最大風速とか中心気圧とか中心地とか、34ノット半径、50ノット半径、64ノット半径、それぞれ予報官で解析したとあって、そのばらつき具合、推定精度の確率性を見積もってあります。で、見てもらいたいのは、さっき言ったグループ A、サテライトだけのグループと、サテライトプラス、航空観測のグループを比較すると、そのばらつき具合がかなり減少するということがわかります。で、例えば中心気圧。推定では、航空観測を用いることで、そのばらつき具合を増やす半分ということが分かっています。で、これ見てやると、気づくと思うんですけども、実はその、気象庁が30ノット半径とか50ノット半径、解析情報を出してますけども、台風の大きさを決める観測データって非常に限られているんですね。例えば、クイックスキャットがあった時代っていうのはまだマシだったんですけども、今はその三眼鏡による観測データは A スキャットとかありますけど もなかなか得られない状況で、かなり台風の大きさの解析精度には不可物性があるというのを調査が入っています。で解析ところの まとめなんですけども、メッセージとしてはですね、熱帯低気圧の航空観測は台風の解析精度を格段に向上させることができると。でまたその解析精度というのはですね、実はその数値予報の入力値となっています。どこにあって、どのくらいの強さで、どのくらいの大きさという情報は、数値予報の初期値にもなっているので、解析精度の向上は、予報精度の向上にもつながることが期待できるわけです。で次に、熱帯低気圧の予想に行きます。まず最初、進路なんですけども、ざっくり言うとですね、航空観測で得られたドロップゾーンでデータを使って進路予測を行うと、平均的に進路予報誤差が 10% から 20% ぐらい改善するというのが、コミュニティの今考えている装備ですね。で、北西太平洋、北大西洋でやった航空観測の長年のデータであるとか、ドットスターのドロップゾーンでのデータを使って、長年にわたって、いわゆる観測データを入れた。インパクト実験をしてあげると、大体 10% から 20% 程度、平均的に減少するというのが考えられている結果です。
で最初の自己紹介のところでも説明したソロペンですね、ティーパークなんですけど、2008年、国際共同研究ということで、日本、米国、ドイツ、韓国などが参加した共同実験を行いました。でその時は、ドイツはファルコンという航空機を使って、日本周辺の大陸に対してドローン装備を開始する、ライダーの観測を行ったんですけども、国際観測をしました。でそこで一つ実証実験をしたのがですね、感度解析、最近観測法です。で観測データのインパクトっていうのは、時間空間に一応ではなくて、ある特定の領域の観測が非常に予報精度に改善したり、逆にあるところで観測してもそれを鈍化したとしても全然予報精度にインパクトがないというようなことがあって、その予報精度にインパクトのあるところを割り出して、そこで集中的に観測しましょうと、それは最低観測法というふうに呼んでるんですけども、そういった実証実験を行いました。でその一つの例なんですが、これはティーパークの前に行った実験なんですけども、これ2004年の台風第4号で、ドットスターに行って、16個のドロップゾーンが起こされたんですね。でそのドロップゾーンで16個全部とデータ同化してあげて、気象庁の天気予報データで予測してあげると、台風第4号の、北東進ちゃんと予測できると。で1個も使わないと、もう予測になってしまうというような結果です。でこの時その感度解析、どこが観測の都合なのかっていうのを解析してあげると、台風の北東側に感度領域が現れたんですね。なんでその16個全部の観測のうち北東証言になった8つの観測データだけを使った実験と、逆に残りの8つを使った実験をしたんですけども、その結果は感度解析の8つの観測データを使うだけでこれがほぼ再現できるということが分かりました。で逆にその8つだけを非感度領域の8つをデータ同化しても改善しないと、ほとんどアウトということが分かりました。でこれが進路予測なんですけども、今はアメリカの研究コミュニティを中心に、その航空機観測が台風の強度の予測にどうインパクトを与えるかという研究が進んでいます。で昨年のアメリカ司法官のバブスに出た雑誌の成果ですけども、航空機観測のドップラー風速、3次元の風、台風中心の3次元の風をデータ同化することによって、ナショナルハリケーンセンターが出す公式の予測精度に比べて、台風強度の予測が大体 25% から 28% ぐらい改善するということを示しています。でも、課題もあってですね、いいメッセージがですね、その観測データを同化するための高度なデータ同化システムと、熱帯低気圧中心付近の力学を表現することのできる最先端の速度を用いることが重要になるというメッセージがあってですね、これ何を意味しているかというと、その例えば観測データでデータ同化を使ってガチガチに初期値を縛ったとしてもですね、その情報をですね、モデルが維持できないんですよ。そのまだモデルがその現実の台風の強度変化を表現できるパフォーマンスを持っていないので、そのデータ同化で観測をガチガチに縛ったとしても、なかなかそれが、モデルにとってはノイズとして扱われてしまって、情報が失われてしまうというような課題になります。でこれ、今年の行われた AMC のハリケーンカンファレンスの一つのスライドなんですけども、例えば、ドプラーレーダーで解析されたハリケーンですね、ハリケーンの最大風速半径と HWAF。向こうの現況の領域モデルで表現、モデルの中で表現されるハリケーンの最大風速半径を比較すると全然違っているというような、モデルの方が非常に大きい目を持っているということが分かっています。だから観測が積み重なってきているんだけども、そのモデル、かつはデータ等々ですね、そこにはまだ課題があるというような状況です。先ほど進路に関する最低観測法のスライドをしましたけれども、強度に対する最適観測法の研究も進んでいて、でこれは坪井先生の研究でも我々がやっていこうと考えているんですけれども、アメリカでも行っています。でこれもバムスで今年今インプレスになっているんですけれども、基本的にその最適観測法は有効であろうと
というのが、まあ、コミュニティの行為です。で、改善の程度は注意度よりも熱帯域の方が多い、まあ、これはですね、まあ、相対的に注意度の方が観測データが多いからというふうに、まあ、論文には書かれています。で、まあ、市場に関するインパクトは非常に大きいということは、まあ、書かれています。で、現在先ほど言ったように最低観測、共同対象とした最適観測が進んでいくんですね。例えば台風から離れたところの水蒸気の場が今後の発達に寄与するというような観測解析があって、まあ、今後こういったものが本当に正しい観測解析になっているかどうかというのを検証していくというようなステージにあるようです。で、3つ目のメカニズムの対応なんですが、まあ、一つたくさんあると思うんですけども、まあ、今日はそのラビットインテンシフィケーションについてお話ししたいと思います。で、ラビットインテンシフィケーションは、まあ、急発達なんですけども、まあ、アメリカのハリケーンセンターでは24時間が30ノット以上上昇する急発達、現象を、まあ、急発達と呼んでいます。で、先ほど、まあ、小池先生のスライドにもありましたけれども、まあ、共同予報の精度か改善がなかなか見られていないというのが現状であります。まあ、最近琉球大学の伊藤さんが、まあ、空に論文を出しています。でですね、でこれ別に気象庁だけの問題じゃなくて全世界の熱帯低気圧コミュニティ全体の課題であります。まあ、その課題の中に海洋、大気海洋相互作用であるとか、まあ、境界層化であるとか、まあ、物理化であるとか、いろいろあります。記憶に新しいところでは、まあ、特別警報が出た、まあ、今年の18号とかですね、例えばこう1日で40ヘクトパスくらい気圧が下がってるんですけど、なかなかこういうの予測できないんですが、どのタイミングで発達するのか、でどこまで発達するのかっていうのが、なかなか今の数値予測のシステムとしても予測できないっていうのが現状です。で、まあ、それを何とかしていきましょうというのが、まあ、コミュニティの進んでいく道なんですけども、まあ、例えばですね、アメリカではシーブラストっていう航空機観測が2000年代前半に行われてですね、これは台風のシミュレーションをした時や、したことのある人だったら分かると思うんですけども、海面交換定数っていうのがあってですね、でそれの感度が非常にその共同に対して高くてですね、そこの定式をちゃんとしましょうということで、行われた観測実験。で、シーブラストの前に考えられたことは、その風速の増加に伴って運動量効果も多いよ、まあ、風が吹くと、波が立って海面がザラザラするのでより抵抗が大きくなると考えられていました。でも2003年パウエルさんがですね、運動量効果が、まあ、風速が強くなる人によっては増加しない、でまた低下する可能性があると。やっぱりそのどんどん風が強くなってくると、まあ、波も高くなってくるんですけども、あるところでこう再発して、してむしろこう表面がツルツルになって、その風が立てば立つほど波が高くなってザラザラするんじゃなくて、まあ、あるところで、まあ、ツルツルになるということを言って、で実際そしてじゃあそれじゃあ航空観測を確かめてみようということで航空観測が行われて、実際航空係数が放送とともにそのリニアに増えるのではなくて、あるところで落差中ということが分かりました。まあ、こういった航空観測を行ってモデルを良くしているというような取り組みを行っています。で、また最近ではですね、HHIP って呼ばれているそのノア、まあ、これはオールアメリカみたいなプロジェクトなんですけども、そういったプロジェクトをノアが立ち上げて、H1 の改善を行っています。で、その中で一つ結構顕著な改善はですね、航空機観測のデータを使って炎上拡散係数ですね、そのモデルで得られた炎上拡散係数と観測データから得られている観測の炎上拡散係数を比較して、そのモデルはその拡散しすぎだということが分かって、それを修正しましたというような論文なんですけども、まあ、そういった修正をすることによって境界層のインフローといった低気圧の大きさが改善するというような研究成果が得られています。で、これ先ほど示したエクスペンダブルデジタルドロップゾーンではですけども、まあ、今年東太平洋ですね、パトリシアという非常に発達したハリケーンが発生したんですけども、こういった熱帯低気圧に対してペネトレーションフライトをしていて、
で、これこのドロップゾーンで落とした場所なんですけども、どのくらいの頻度で落とすか聞いたらですね、Every two seconds。台風の中心に入ったらダバダバダバとして、まあ、実際はオートメーターなので押す必要ないんですけども、もうどん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 ドロップゾーンで落として、まあ、台風の目の中のカーテン上の三次元構造を観測するというようなことになっています。でそれで何が分かったかというと、例えばですね、従来暖気核というのは台風の台風上層にあるというふうに考えられていたんですけども、もう実は中層にピークがある構造もあり得るというのが先ほどの観測で分かったし、最大風速にしてもですね、大体強化したのと大体500メートルから100、1キロぐらいのところに接線風の最大値が来るのが、まあ、普通なんですけども、高度6キロ付近に見られる接線風の極大域が観測で得られてですね、まあ、そういったもの原因というものをモデルを使ってそのメカニズムを解明しているということです。これはですね、先ほど言ったその観測データをデータ同化した結果を衛星データと比較して、またそのデータ同化しなかった実験とも比較してるんですけども、先ほどのドロップゾーンで同化することによって、まあ、台風の構造が非常によく再現されるようになって、目の大きさなんかも非常によく再現されるようになったという結果なんですけども、実はこれを最大風速で検証するとむしろ快悪していてですね、ただ単に最大風速で検証することによるその問題点というのを彼女は指摘していました。時間が長くなってきたので気候監視なんですけども、近年特に注目を浴びているのはですね、その北大西洋域において使用するベストトラックデータのによって、その強い台風の数の変化傾向が異なるという点研究があります。で例えばそのアメリカ海軍のベストトラックデータと気象庁のベストトラックデータを持ってきてですね、強い台風がカテゴリー4とか5の台風の数を数えてですね、統計を取ってみると、JTWC のベストトラックを見ると、まあ、強い台風が増えていました。複製台風です。で、気象庁のベストトラックを使うと、むしろ少なくなっているというような解析結果が得られます。で、これなんでこういうのが得られるのかっていうとですね、まあ、その実際のインシュートオブザベーションがないので、答えはないんですけども、一つ大きく異なるのはですね、ドグラフを先で使用するテーブルが違います。先ほどは定義を示しましたけども、JTWC と気象庁で使っているテーブルが違います。JTWC はドグラフさんが作った、まあ、北大西洋の観測データをもとに作ったテーブル。で、一方気象庁は、まあ、小葉さんが北西太平洋の台風に対して、作った、をベースにして作ったものです。で、もう一つ特徴的なのが、その横軸紫外線で最大風速の縦軸を取っているんですけども、気象庁が使っている小葉さんのテーブルと、この JTWC のテーブル、まあ、10分値とか1分平均とかなんですけども、まあ、それを考慮したとしてもですね、強い台風であればあるほど両者の差が多くなってきると。そのテーブルで、衛星から判断される紫外線に基づいて、強い台風を判断するんですけども、もう強い台風ほどアメリカと日本の差が多いということで、先ほど示したような差が生まれているということです。だからどっちが悪いとかいいとかなかなか言えないんですけども、一応あの中澤さんがですね、2009年にその CI 数、まあ、テーブルは違うのがあったけども、 CI 数はじゃあ求め方は同じでしょうということで、 CI 数の比較同士として JT と一緒でするとですね、ある特定の期間、JTWC の CI 数が JMA の大きかった期間が存在するということが分かりましたし、アメリカのホセンさんの研究ではですね、彼はその自動的に強度を推定するアルゴリズムを解析していて、さっきのドグラフは人間のサブジェクティブ判断が入ってしまうんですけども、彼はその
よりオブジェクティブな方法、アルゴリズムを開発して CI 数を解析したんですけど、その解析手法に基づくと、まあ、1990年代 JTWC の CI 数が、まあ、ベストランクで分かっているものよりも多くなっているということが得られています。で最近コミュニティを騒がしたネイチャー・ジオサイエンスに出た論文があって、まあ上陸する台風の強度が強くなっているというような論文なんですけども、まあ、なかなかこういったものもですね、因数とのオブザベーションがない状況ではですね、非常に結論を出すのが難しいというような状況です。で、まあ、メッセージとしてはですね、その北西太平洋域ですね、年間の熱帯低気圧が発生するのが最も多い海域です。大体26個ぐらい、25個ぐらい発生します。で地球全体で発生する熱帯低気圧のおよそ 30% がこの北西太平洋で発生します。で地球温暖化に伴って地球全体で強い台風熱帯低気圧が増えるかどうか正確に評価するためには、その北西太平洋で正確な観測データを得てそれを蓄積していくことが非常に重要であります。でも時間がないのでコストベネフィットの話をちょっとこうスキップしますけども、まあアメリカではコストベネフィットをちゃんと考えて十分元が取れる観測であるよということを実証しています。で最後のお伝えですけども、メッセージとしては、まあ、コンピ観測により熱帯低気圧の解析精度、予報精度、まあ、特に進路の予報精度が向上することを増す研究から明らかになると。でまた今日の予報精度を向上させるためにはそのモデル研究だけで限界があって、まあ、コンピ観測データを蓄積して予測システムを検証し、さらに改良することが重要になります。で、気候監視という観点からは、その地球温暖化に伴って強い熱帯低気圧の数が今後変化するかを、まあ、より確からしい観測データと評価して、その次世代にその記録を残していくことが極めて重要だというふうに思います。で、熱帯低気圧の発生数が最も多いこの生態系において、台風直接観測の空白、しかもできるだけ早急に埋めることが熱帯低気圧全体、コミュニティ全体の課題であるというふうに考えています。以上です。はい、山口さんどうもありがとうございました。熱帯低気圧に関する包括的なお話をしていただきました。一つ二つ、ご質問を受け付けたいと思いますが、いかがでしょうか。
分かりやすい解説、大変ありがとうございました。途中出てきたんですけども、ペネトレーションタイプができないとか、結局その機種によって高さの制限だとか、それからその風に対するできる観測っていうのがかなり違ってくるわけですよね。それで今現状でその MRJ だったらどういう観測が一番適していてっていうことが一つの作戦であるし、将来的にはこういう航空機が欲しいっていうこともね、作戦の一つに入ってくるかと思うんですが、そういったことに関しては今何か見解をお持ちでしょうか。そうですね、MRJ だと多分ペネトレーションを加えて難しいと思うんですけども、台風の上空からトロポソンドを落とせれば中心気圧を測れるので、そういった観測ができれば、台風強度の推定にも貢献するだろうし、台風上空からトロポソンドを落として台風の進路の予測精度にも改善するということが言われるので、いいと思います。で、一方は無人、NASA とか今 JAXA でも無人機高高度の体験型の開発を行っていますけれども、もうそれは常に台風の移動とともに移動して長時間観測できるので、疑似衛星の NASA も研究者がやってますけれども、そういった台風の移動に追随して、ドロップソンドだけじゃなくて台風の三次元構造が分かるような、マイクロを使ったような観測ができると、この台風の三次元的な構造が秒速が分かって処理できるというふうに思っています。はい、まだあるかと思いますけれども、時間もありますので次に行きたいと思います。どうもありがとうございました。次の、